倉敷総社バイパスは国道429号のバイパスとして岡山県倉敷市総社市間における福音協商区間の解消のために整備された道路である。倉敷総社バイパス岡山県総社市岡山名称にバイパスと関しながら総社市宿総社一を肩に間を除き大部分が既存道路の活用による拡幅と線形改良により整備されている。 倉敷市西坂総社市宿館は国道429号の拡幅と線形改良。総社市、岡谷総社市総社館は能面道の拡幅によるもので、総社市宿総社市岡谷間のみが新設道路である。しかし、新設区間に並行して旧来の道路が通っており、全線が4車線化される以前から旧来の道路を介して、 全線が1.5車線マイナス2車線の道路で暫定的に通り抜けられる形となっており、バイパスというよりも、拡幅道路という性格が強い。新設区間の開通に伴い、旧来の国道429号は国道から外され、国道429号本線はバイパスに一本化された。倉敷総者バイパスの名称は、事業名及び、 通称道路名として残ることとなる。2010年4月28日午前10時をもって、倉敷市西坂総社一岡谷間が4車線化され、全線4車線共用となり、事業が完了する。これにより、木ビロの田園地帯を南北に貫く道路となった。事業主体である岡山県の発表によると、倉敷総社バイパスとしての事業区域は、倉敷市西坂を起点とし、 総社市創者を終点としている。ところが、通称道路名としては、1988年3月1日に、開通した山陽自動車道倉敷インターチェンジの開設に合わせる形で、倉敷市浜の茶屋倉敷市、西酒間のバイパス化が行われたため、この区間も含めて、倉敷総社バイパスと、地域住民に故障され、通称道路名としての起点の認識は、 倉敷市浜の茶屋の浜の茶屋交差点、もしくは倉敷市平田の平田交差点と人によって異なる。ありがとうございます。